本日も収穫。今日はですね、ね、これこれわかります？こんな風にね、はい、セミの抜け殻、みんな油セミですかね、大きさ的にね、どうですかね、それともつくつく星ですか、そういうのわかります？ちょっと小さめな感じがしますね。で、泣いてるのが大体つくつくなんで、胞子つくつく、胞子つくつくってね、あれしてるんで、そうじゃないですかね。ね、はい、そしてですね、なんとね、ちょっとこれはなんですか、宇宙人みたいなのね、うちのがね、なんだろうこれ、変なのがある、ね、なんだっつって言ったんですけど、これなんですけど、わかります？なんだか、ほら、捕まってるんですけど、見づらい。ピントが合わない。合いました？合いました？ほら、綺麗ですよね、白くてね、はい、カマキリのね、はい、あら？なんか捕まってるようなんですけど、そこに触るのがなんか危なそうだからちょっと枝を突っ込んだみたいなんですけど、はい、ちょうどねって持つような逆上がりができちゃうみたいな、すいません遊ばないね、もこれ曲がっちゃったな、ねはい、カマキリですよね。カマキリはなんか脱皮するんね、はい、いわゆるあの卵から幼虫、幼虫って言うんですかね、これなんて言うんですか、幼虫って言うんですか、で脱皮を繰り返して最後成虫になるっていうタイプの、はい、ちなみにこっちは幼虫から卵から幼虫になって、で、最後成虫浮かしてっていう感じですよね。不完全変態っていうんですかね。さなぎの工程がないんですよね。さなぎの工程がね。うん、はい。そうで、一方カマキリはなんか5回ぐらい脱皮するっていうふうにネットに書いてあったらしいですけど、うちのが知らない、何回脱皮するんだろうねって、脱皮すると思わなかった、あのそのまま成長して大きくなるのかって、ね、形一緒ですからね、うん、どうなんですか。そういえばダンゴムシも、ね、脱皮するじゃないですか、ね、で理論的には脱皮を繰り返せばいくらでも大きくなっていくっていう、だからあの何でしたっけ、あれなんとかの谷のなんとかに出てくるようなのダンゴムシの大きい版みたいなですね、最終的にはあれぐらいになってもおかしくないみたいですけど、やっぱりねあの限度があるみたいで、ね、やっぱり生き物というのはみんな儚いものなのかなと思ったりしますけど、どうですか。カマキリは5回脱皮するらしいです、はい、それであの成虫になるということみたいですけどね、うん、やっぱり脱皮するときっていうのは非常にこう危ないんですよね、危険なんですかね、無防備とかそういうことだけじゃなくてね、その間はあのうまくいかないといけない場合もあるみたいですよね、うんはい、昔ねあのゲジゲジのね前のうちにゲジゲジの抜け殻があって、綺麗なおおとそうで、その時おおすげえと思って、その後あそうだあれちょっとしまっとかなきゃと思ったら なかった、どこ行ってたんですかねね、そう抜け殻、ね、いいですよ、そのほんと綺麗にね、なんでですかね、背中ちゃんと割れてるね、うん、でちゃんとあの目で触覚がちゃんとこうピュッピュッて前の方にあるんですよ、すごいですよこれ、うん、ほらひげみたいにちゃんとあるんですよ、これはすごい、あとこの前のカマ、まあもちろんほら足の先ね、伏節とかも綺麗にあるんですけど、カマもね綺麗に、しかもほら抜け殻だから中透き通っててね、だって表面透き通ってて中が見える、何もないですけど、すごいですよね、こんなことができるんですよ、なかなかね、できますねえ、ねえすごいセミね、これもねすごいですよね、すんごいこれほんとそのままですよね、これはバルタン星人のセミなんですか、なんとかセミってセミのような感じなんですけど、あのなんとかボールにね竜の玉にあのセルっていうのが出てきますけどね、あれもセミっぽいですよね、セミじゃないですかあれ、すごいですね、はい、
でね、すごいちゃんと捕まってね、外れないんですよね、これなかなかね。うん、で外しちゃう。機械、あの葉っぱにね、捕まってね。で、羽化するじゃないですか。ね。すごいですよね。そんな感じで、今日もくれていくわけでございます。すいません。ということでですね、ちょっとマジェスティだけ、で、TS18 が終わったんですよ。そう、1台ね。はい。終わったんですけど、KXCT の方がちょっと、今日来るタイヤがね、タイヤ交換しようと思って、古いんで、2015年製のタイヤなのかな。だからもう7年ぐらい経つでしょう。2015年製のタイヤって7年経つんですよ。さすがにそんなね、いくら距離走ってないって溝もいっぱいあるんですけど、2000キロちょっとしか走ってないからね、溝はもういっぱい残ってるし、で別にひびがあるわけじゃないんですけど、でもさすがに7年前のタイヤじゃね、あまりにもほら現状ですって言って安く売ってるなら、まあもちろんね、それはしょうがないんですけど、やっぱりそれなりの金額でね、出してましたから、だからそういったものはちょっと交換させていただこうかなと。で LED のヘッドライトバルブに関してはね、あれ車検とかのあるバイクだと、まあ、あれないから関係ないんですけど、後軸がね、正面の本当ところ部分に明るさが出てないんですよね、不思議なもんでね。でほら両脇に出てるじゃないですか、光が 全体的に出てないから、両脇に出てるから正面もその両脇から立って、こう正面がこうくっきりとこう真ん中があって、両脇がこうのふうな感じの明るさなんですよ。で、まあ、実際明るいかどうかって、まあ、明るいような気はしますけど、全体的にね、やっぱりね、ただダウンタウンではもう車検通らない、どうやっても無理だったんで、で普通の電球にしたらノーマルのね、まあ明るいこと実際見るとなんか暗いねと思うんだけど、いわゆる光量的には出てるんですよね、ちゃんとね、正面にね、だからまあ実際は明るいのかもしれないですけどね。でまあ一応そんなんで、まあ、LED はねしなくてもいいですっておっしゃったんで、ね、やっぱりそれはタイヤ交換した方がいいよなと思って、 LED バルブ変えるよりとタイヤ交換した方がよっぽどねお金はかかりますけど、でもね、宣伝してんじゃないかと、さりげなく変えてますよなんて、まあ、ずるいやつだなってね思ってる人がいるとかいないとかね。でここまで見てる方そんなにね、この野郎っつって、ね、そんなことはないと思いますけどね。はい、ということでね、後ろのタイヤはやりました。あとブレーキもね、後ろのブレーキのキャリパーはやりました。はい、そんなところで、あと前ですね、ラジダクラントはちょっと抜いて、新しいの入れて、ちょっとまだ、で、マフラーを戻していないので、エンジンかけられ、爆音ですからね、まずいですよね。はい、だから、まあ、そのあたりをまあ、明日朝早くまた やればできるんじゃないかなと。ね、はい、そう、あと、まあ、マジェスティは、ブレーキディスクとか来たので交換したんですけど、でもうキャリパーもね、でとりあえずほらピストンは揉んでと思ったんですけど、片方はまあとりあえず動くんですけど、片方は全然動かない、硬くて、そうでもちろん油圧で出るんですよ、出るんだけど戻らないで見た感じ、あ、これはもうダストシールがダメになってるなっていう感じなんですよ。でまさかね、そのまままあしゃあないねこれっていうわけにいかないじゃないですかね。なので、そうピストン抜いたらもうダメ、ダストシールがもう変形しちゃってて、でもちろんそのダストシールがはまっているキャリパーの内側もね、もう粉だらけだしね、それを全部きれいにしてそれで、と思ってねやったんですけど、まあさすがにシールがないんで、はい、ブレーキシールやっぱり持ってなかったんですよね。前のやつはありましたね、はい、前のに対応しているものはヤマハのやつも持ってたんですけど、後ろのがなかったんで、また取り寄せでね、ちょっとお時間かかってね。であとシリンダーのところにこうラジエーターのパイプがつながってるんですけど、そこのオーリングを変えてないので、なんとなくちょっと持ってるかなっていうね感じはしないでもないダメですね、オーリング潰れてたんでね、もうね、いやそれも変えなきゃいけなかったんですよね、ついね、本当にもうね、そうなんですよ。だからまあそれもね、まあ変えなきゃいけないのかなと思いながらもね、だからちょっとまだ
できないですね。ね、フロントはね、ブレーキ、フロントのブレーキリース来ないですね。まあ、全部ね、中華製ですけどね。うん、ね、それが来れば、あれなんですけど。はい。うん、そしたらフロントはね、はい、ブレーキディスクとパッドもね、変えて。多分、だからフロントのキャリパーもダメなんじゃないですか。雰囲気的にね。利きがなんかおかしいとかね、あの、あんまり効かないとかね。うん。だから、そのあたりをちょっとこう、うん、フロントのキャリパーシールも変えなきゃダメですかね。で、感じじゃないですか。ね、大丈夫ですかね。はい。という感じで、今日はそんなところでございます。はい。あとは何かありました？ない、ないです。今日は。はい。あ、そう。スポカブのね、はい。お客様のお見えになりましたが、そう。ハンドルロックのシリンダーが落っこちゃった。緩んでるのは分かってたんだけども、つって。だからそれは頼んどいてっておっしゃるんで、あ、分かりました。ね。で、2、3時間後に、あ、届き、入りました。お、何、もう入る、え、もう入るのって。はい。で、うちにあるやつを、はい、探したら、やっぱあったんで。新品ですよ。うん。持ち手がちょっと古いやつ。そう、今、ちょっと、最近のじゃない。持ち手がこう、ホンダって入ってるんだけど、ちょっとこう、膨らんでるタイプ。こうなってんじゃなくてこういう風になってるやつだよね。あれなんですかね、ちょっと古い、例えば CB50 とか50の S とかね、あの子の80年代からのやつだと思うんですけどね、それがあったんで、まあ、付けられますっつって、はい、そう、スポーカーブってそういうのついてるんですよ。考えられます？あれってもう60年以上前でしょ。そんなバイクにシリンダー一緒なんですよ、つい最近のあのモンキーとかとまで。考えられないですよね。これがホンダですよ。全くね。そう。だから、まあ、それはいいんですが、それで、まあ、ね、うん、じゃあまた、つって、ブルブルブル、うん、って帰ってかれましたけど、音大きいですね、あれね。ちょっとね、気持ちね。うん。まあ、ただ、60年前のバイクに、音がどうのこうのっていうあれもないのかなと。気持ちますけど、大丈夫ですか？ 60 年前だと大丈夫ですかね。ね、音量来てもないしね。多分ないと思いますけどね。でも、ノーマルマフラーですかね、あれでね。バフルはついてないけど、バフル脱着できるようになってるからね、うん、まあいいのか、まあでも法律上別に何の規制もないからね、サイレンサーはついてるから、ね、まああれでいいのかなっていう感じもしますけどね、はい、まあそんなところでですね、はい、今日はもう終わりです、はい、そしてまた明日朝早く作業をして、はい、明日はこれもう土曜日だからね、お客様お約束とかいろいろありますので、そちらのね作業は絶対やんなきゃいけないわけですから、まあいろいろはいやってまいりますということで、作業をね取ってないので、でもいや、そういうもうあれじゃないから、そうなんですよ、はい、すいません。